今年の長崎市民美術展には一般の部とジュニアの部合わせて3万8000点を超える作品が出品され、会場には入賞または入選した2100点余りが展示されています。このうち南画部門で最高賞の長崎市長賞を受賞した金子理恵さんの作品、西風明月を払うは月夜に浮かぶ竹を墨の濃淡で表現しています。金子さんは工芸部門でも入賞していて、今年ただ一人複数の部門での入賞を果たしました。長崎市民美術展は前期と後期で展示部門を入れ替え、来月10日まで県美術館で開かれています。